はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、健康寿命を伸ばすために重要なポイントっていうことですね、お届けしたいと思います。まあ、ショート動画でもねお届けした内容なんですけども、一番意識していただきたい場所はズバリ足なんですね。この足腰が弱くなってくるとですね、こう外に出ることも億劫になったりとかですね、ずっと引きこもりがちになってしまうんですね。健康寿命を伸ばすためにはですね、この足っていうのは非常に重要なポイントなんですね。まあ、できるだけですね、自由に動ける時間をですね、より長く保つためにですね、この足の老化予防はとても重要だということでね、今回ねお届けしたいと思います。まあ、ちなみにですね、60歳以降はですね、1年ごと 1% ずつ筋肉が減少するデータもあるみたいなんですね。ちょっとそれはですね、リアルにちょっと怖いなと思うわけなんですね。なので対策をしなかったらどんどん筋肉が減少していくっていうことなんですね。こういった正しい情報を知らないとですね、たちまち足のね劣化が進み、車椅子生活であったりとか寝たきり生活をねしてしまうことになってしまいますんでね、注意してほしいと思うんですね。でこのね、いろいろ調べていく中でですね、やっぱりこの筋力の低下がポイントで、まあ、サルコペニアという現象と関係してるみたいなんですね。でこのサルコペニアって聞いたことないかもしれないんですけども、これ高齢になるにつれてですね、筋肉の量がですね減少していく老化現象のことなんですね。これはですね、20歳から30歳頃から進行が始まって、生涯を通じて進行するっていうことなんですね。で筋肉は20歳をピークに減り始めて、80歳までにはですね 40% も減少されると言われてるんですね。で筋肉量の減少はですね、まあ、先ほどもお伝えしましたように足腰の衰えですね、これをですね引き起こすことによって、転倒や転倒による骨折で寝たきり状態の方が非常に多くなるっていうのがですね、まさに今の日本のですね、このお年寄りにかかっている問題とも言われているんですよね。もうこれズバリですね、筋肉は健康寿命と密接な関わりがあるんじゃないかっていうぐらいなんですね。このですね、サルコペニアの症状でですね、過ごしているとですね、死亡リスクやこの介護リスクも上がってしまうっていうことなんですね。これですね、がんになった時の生存率とかですね、手術を行う時の死亡リスクが上がるっていうことなんですね。このサルコペニアの方はですね、この病魔や手術に耐えれないケースが非常に多いんで、死亡リスクが上がるっていうことなんですね。まあ、これ結構僕らの世代からも注意しとかないといけないことだと思うんですけども、この足の老化が進む共通点としてですね、代表的なものをですね3つだけ紹介したいと思うんですけども、まず1つ目がですね、筋力の低下ですね。年齢とともに筋肉量や筋力が減少することも一般的なんですけども、足の筋肉が弱くなると歩行やバランスが難しくなって転倒リスクが高まるということですね。で2つ目がですね、関節の変化ということなんですけども、この関節の軟骨が減少してですね、関節の可動域が制限されることがあるということですね。まあ、これによって足の関節に痛みやこわばりが生じて運動能力が低下するということですね。あと3つ目がですね、静脈疾患というものなんですけども、この血行障害のリスクが高まるということですね。まあ、このことによってですね、むくみや痛み、まあ、静脈瘤と言われるものがですね、足に現れることがあるということなんですけども、今回ねこの3つをね紹介したんですけども、また改めてですね他の症状をですねお届けしたいと思います。まあ、対策はですね、ショート動画でもお届けしたんですけども、まあ、足の衰えを防いでですね、人生100年時代って言われてるんでね、自分の足で歩き続ける方法ということですね。僕が今回お届けしたいのはですね、まずスクワットですね、これを20回を3セット。2つ目がですね、踏み台昇降運動ですね、これを5分を3セット。あとですね、散歩とかウォーキングですね、これをですね、10分から20分行うということによってですね、この足腰を鍛えれることができます。まあ、健康寿命にはですね、筋肉と密接な関係があると先ほどもお伝えしたんですけども、その筋肉を活性化させるためにはですね、血流が重要なんですね。まあ、こちらの炭酸性体スプレーを使ってですね、毛細血管を拡張してですね、血液の循環を促進することによってですね、筋肉に必要な栄養素が行き届きやすくなってですね、疲労回復を取り除くことができるんですね。疲労が蓄積するとですね、従来の機能が果たせなくなってですね、この活動量や行動量にもね制限がされるんで、悪循環になっていきますんでね、疲労はですね、こういったアイテムを使ってですね、早く取ってあげる方がね、体にも健康なんで、ぜひねこういったアイテムもですね試してみてほしいと思います。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Thank you.
so damn lost. What I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight.Goodbye, fall asleep to love.